始まりまして、その選手がいるところに入っていくかというところでありますが、サラミ選手発砲を受けていきます。発砲選手が上側に上がってきている。上側からの射線が、これは痛いぞ。さあしっかりと上に上がっていって、アポ選手が上から発砲していく。上がってきたところを一気に詰められて勝ったのはスーパーノヴァ。こちらローサー番号12番猫パンチ連合とローサー番号10番のボイドが戦闘中。さあ2枚山上にいる状況ですね。まずはシモン選手、オマン選手が落としていきました。ターンしてきて目の前に敵に挟まれていますが、まずはアイリス選手を落としていく。さあ 2枚カットして、ここしっかりと決めていきました。猫パンチ連合、アポン選手が裏側から入ってきて、これは挟み込むような形。さらにポンポンだよ選手が入ってきてつけてきまして、しっかりと突貫していきます。カズ選手がいるところしっかりと発砲、まずはワンノック4枚で一気に詰め切っていきたい。さあマリ選手がここはまずはワンノックしっかりと詰め切って制圧していきましたし、車両を爆発させて、さあラミ選手がタク選手を落として、ポンポンという選手がウサキ選手を落としてここを入れていきます。さあゼスト選手が残っていますが、ここは体力的には両方そこまで変わらずですが、ゼスト選手を落とし、レーゴとスーパーノヴァ火炎瓶をお互い投げながら道を挟んだ家屋を取り合いながら戦っています。さあそれに対して外側からジョジスクルミ出てみたいが入ってくる。モクロードを使ってしっかりとそのまま、その後にサモン選手も入っていく。さあこれしっかりとポンポンだよ選手に発砲していきますが、ここポンポンという選手がポイオ選手を落としていきます。さあこれは2ノック3ノックといって3ノックまで続けていって、エジ君選手が落とされて、ここはしっかりと打ち勝っていきましたが、横から発砲されていって2ノックされています。スーパーノヴァさん、そこに上から即席攻撃で降りてきました。ルーパスネクサスが先ほど猫パンチ連合がいた家屋側からしっかりと詰めてきますね。さあこれは痛いかというところで、サポー選手とポンポンだよ選手が残っています。さあここはしっかりとさばききれるか、アポー選手。さあここしっかりとさばききれば、守りきればここは強いぞ。しっかりとキルを重ねながらアンチをしっかり、アンチの中の家屋しっかりと守っていきました。さあ水道選手がここ落とされて、残るはアンドン選手のみとなりました。さあアンドン選手、ここは木の裏でしっかりとさばいていきたいところではありますが、アンチが迫ってくる。さあここは最後アンドン選手を落としてスーパーノヴァが勝っていきました。スーパーノヴァ2連ドン2連ドンかな。ルファ選手とレレ選手がここ STG と戦闘中。さあまずはここはアンチの外からしっかりと2枚落としていきました STG。 さあここアンチに飲み込まれつつありますが、こうハンベン選手がアンチでやられていく。さあしっかりと回復を入れてアンチの中に入っていきたい STG。 さあアンチの中しっかりと取っているジョシスクリーム出てみたいは、ここしっかりと守りきれるかというところ。アンチが味方しました。ジョシスクリーム出てみたい。さあ残るはあと4名3チーム。さあゼロ選手がサック選手を落としていきまして、ワンバイワンバイワンの形に持っていきますね。あアンドン選手、ゼロ選手、サラ選手という状況で、ゼロ選手、サラ選手がここはしっかりと戦闘しているところ。さあちょっと上からいきましょうか。さあグレネード投げていきますが、ここは当たらず。さあアンドン選手からの射線がサラ選手に通りそうなところではあるんですけれども、アンドン選手ここは横からしっかりと刺していけるかというところ。さあサラ選手、ここはゼロ選手がグレネードを投げて落としていく。さあアンドン選手がここは詰めていきましたね。ここは入ってくるのを待ってしっかりと打っていきました。ここ打ち勝っていったのはアンドン選手、ドン勝ちしたのは即席コーヒー店。ウィードが入ってきたところをここは検問しきれず、さあ逆に投げ物を投げてこられて、ここはルイ選手が落ちた。さあシモン選手グレネードが刺さっていく。さあさらにナナさん選手を落としていきます。らしい選手さんのボイド。残るはポイオン選手とサモン選手の2枚となりましたが、ボイドは3枚生存中。さあグレネード投げていきますが刺さらず、ポイオン選手がここ発砲していきますが、それに対してこうするようにシオン選手も発砲していきます。アンチの外にいるので、猫パンチ連合どうしてもこのボイドを落として入っていきたいところですね。入ってきたところをさばいていく。さあギューリ選手を落とされる。さあこのさばくためにいたと言っても過言ではないこのポジション。さあアンチの外ではあるんですけども、 STG がいる家屋に詰めていきます。女子スクリーム出てみたい。さあ STG は、デザン選手、ユートボーイ選手、ハンベイ選手が生存している状況で、ハンベイ選手が落とされる。さあソラ選手がしっかりと落として、さあユートボーイ選手がソラ選手返していきまして、グレネードで落としていきます。
さんグレネードしっかりと投げて落としていきました。レオナルド選手が落とされて、ここ制したのは女子スクリーム出てみたい。近くにいるのはロサボ20番のダブルティーンとロサボ54番のルーパスネクサス。さあここはルーパスネクサスはでも相手するんですけど、ただ3枚が遠いところにいるのでしっかりと答えてやり過ごしていきたいところですね。さあここは車両が壊されて、あ、じゃあルーパスネクサス入ってきました。アンチの中、さあウェルカムアンチの中、さあウェルカムエネミーという形ですね。ローサボの11番の即席コーヒー店。さあさらにそれに外からアンチのメーカーが入ってくるが、ここはルファ選手が落とされる。さあさらにこれ上から入ってきました、レレイ選手。さあレレイ選手がここはまず積極的に行った、レレイ選手がノックされていきました。レレイ選手の近くに行ってしっかりと防ぎ切れるようにしてきました。アップスタンドゲーミングが入ってきて、ここはさあまずはワントップできるか、ワントップ。さあキング選手が返されていって、中川選手が返されていく。さああとは1対1の戦いかしまいましたが、ここアンチの中にしっかりと何がゼガヒデも入っていきたい。なぜならアンチはもう痛いから、もう第5フェーズです。じゃあしっかりとここ攻めていきます。さあこのお家の区画吸い込まれるように敵が入ってくる。さあここ即席コーヒー店しっかりとここはさばいていきます。あとは WTF が入っているこの六角がアンチの中に入っています。両チームとも木を焚いて詰めていくよ。水野選手が車に乗った、他の選手も車に保管していっています。さあさらにここ六角につけていきますね。さあここ WTF リンコ選手、あとグレネードをなく車両ごとにしっかりと通していって、最後勝ったのは即席コーヒー店ですね。